全体としてはまあでもパート7が難しかったから、うん、ややなんかな、どこに答えがあるんだよっていう感じです。単語がやっぱりレベルが上がってますね、難しくなってます。そうだよ、始まりました、もちチャンネル。さあ受けてきました第268回トイック公開テストですね、5月23日の午前の部になります。先に言っとくとフォームっていうのは複数ありますので、私がこれから話すことが皆さんと同じとは限りませんので、いいですね、これ毎回言っとかないとあれそんな問題あったとかね思っちゃうかもしれないんですが、はい、っていうのをしておいてください。はい、で18時からはいつものようにですね生放送でいろいろ今回の反省会をやりたいと思います。23日しか聞けませんので、24日以降見る方はあのアーカイブ、メンバーシップ限定のアーカイブになってますので、そちらでご覧ください。はい、それでは行ってみたいと思いますね。今回はまあ初めてのね会場だったんですけど、行ったことないところですね、こんなところにあるんだっていうねセミナー会場っていうところだったんですが、まあ、結構ギュギュじゃない、もうエレベーターで上上がんなきゃいけないね、エレベーターみんなギュギュで乗るから、もう受験者の人はって顔してましたね、これ乗んなきゃいけないのみたいなね、はい、というめっちゃ密の中、まあしょうがないです、もうエレベーターも並んじゃってましたからね、まあ密で上がっていくしかないっていう感じで行きました。で2人掛けでみんな2人で座ってるっていうね、ああもうこの状態に戻ったんだなっていう感じでしたけど、まあ、隣の人がね多分ねだいぶ英語の実力者だったんだと思いますよ。もうパート1とか2ってね答え聞こえたらもう正解の選択肢聞こえたらもうすぐ塗るっていう人だったし、でパート3、4でももう正解の根拠が出てきたらもうすぐ塗るっていうね、で僕はもう塗るその本当に 0. 何秒後ぐらい塗ってたんで、あ同じとこで塗ってるからこの人すごいできる人なんだなっていうふうに思ってましたけど、まあ、こういうふうにねすごい人の音で分かっちゃうっていうのはちょっとどうかなと思うんですけど、でもこれは僕にとってはすごいいい指標なんですよ。何がいい指標かっていうと、難しい問題がすぐに分かる、もうその人が止まればすごいねうるさい、めちゃめちゃもしかしたら見てるかもしれないですけどごめんなさいね、そしたらすごい自信満々で塗るんですよ、すごい音で塗るの。でも自信ないやつはいきなり音が消えるんで、あこれが難しいんだなっていうのがすぐに分かった。で予想通りというか、あこれレベル高いなって思った問題だったんで分かりやすい指標でした。さあじゃあそれぞれのですね難しさを発表していくんですが、全体としてはまあでもパート7が難しかったから、うん、ややなんかなっていう感じですね。初めて1回も塗り直ししなかったんで消しゴム使わなかったんですよ。今日久しぶりに消しゴム持ってったんですけど、いつも鉛筆のこの端っこのところについてる消しゴムを使ってたんですが、今日は消しゴム久しぶりに持ってったら使う出番がなかった、一度も消さなかったですね。直した回答が1個もなかった、これ初めてだと思います自分自身。だから自分自身としては解きやすい問題が多かったかとは思うんですが、パート7がやっぱり異様にむずいかなっていう印象です。でそれぞれのパートの難易度について話していきますね。まずパート1に関してはまあ普通かな、簡単に解けたけど、まあ1問多分この単語を知らない人にとってはきつかったかなと思いますね。でパート2、応答問題普通ですね。これまあ変化球ありましたけど、でももうそんなに難しいと思わなくなりましたね。そんなのありみたいなのは一個もなかったので、だいぶもう慣れたなっていう感じですね。なんでパート1、2間違ってる問題はないと思いますね。で続いてパート3ですね。まあレベルはやっぱり上がってます。まあ普通としときますけど、全体的なレベルは上がってる。何が上がってるか、単語がやっぱりレベルが上がってますね。難しくなってます。言い換え表現とかも、あこんな単語で出会ってくんだなっていうのが出てるので、レベルが上がってる。そして問題としてのレベルが上がってますね。やっぱりあの図表問題ですね、まあ前から言ってますけど、あの図表出てくるやつってグラフィックの問題はレベルが上がるって言ってるんですけど、上がってますね。確実に引っ掛けが出てきてる。前はもうはいこれ、あもうこれ絶対正解っていうのが多かったのに対して、えあれっていう風にね悩むようにしてきてますので、全体的なレベルが上がってる。あとは場面が思い浮かべにくいのが1個ありましたね。あんなの状況浮かばないでしょうっていうね、まあ答えられはするけど、初めてでした。トイックでこんな場面が出てくるみたいなね、いわゆるですね、詳しくは言っちゃいけないだろうけど、明らかにトランシーバーでこうやってやってる会話ですよね。こんなん出んだなと思って、はい、ちょっとびっくりしました。で、パート4は難しかったですね。はい、まあ、やや難としておきますね。なんでやや難かっていうとね、1問目ですね。1セット目が圧倒的な難しさだったわけですよ。だからこれやめてほしいんですけど、最近トイック第1問目に難しいのを出す傾向があるじゃないですか、いろんなパートで。
じゃあ相当レベルが高くて、もう周りみんな止まった状態でしたね。そのだから横のね、指標になる人が全然間に合ってなかったので、全部聞き終わった後に塗ってたんで。だから、ああ、やっぱりこれ難しかったんだなと思いました。まあ、ヒントは言ってんですけども、さらりと言ってるし、かなり難しい言い換えをしてるんで、ああ、これむずいだろうなって思いましたけどね。結構厄介だったと思いますね。どうでしたか皆さんは。できました？やっぱ、パート3、4はレベルが上がってるから、きちんと対策してないときついと思いますね。やっぱ表現のレベルが上がっちゃうのはきついと思いますね。ああ、これリスニングでこんな言い返していくんだっていうのがね、結構見受けられたという印象です。続いて、リーディングパートに行きましょう。パート5ですね。パート5は、まあ難易度はそうですね、普通としておくんですが、まだいわゆる難しい語彙問題がなかったんですよ。これむずみたいなのが一切出題されてなかったので、その点ではちょっと優しいんですけども、文構造がきちんと分かってないと思うね、解けないっていう問題がやっぱ出てきてますね。まあこれは前からなんですけど、ちょっとやっぱ割合が今回多かったんじゃないかなと思いますね。関係詞の塊の中にね、空欄があったりして分かりにくくなってたりとか、だいぶ工夫されてるなと思いました。だから難しい単語がないんだけれども、難しいっていう、まあ、トイックをお得意のテクニックですね。それをやってきてるなという印象でした。続いてパート6。まあ、パート6は普通か、まあ、やや優しいと感じた人もいると思いますね。ただ1問やっぱちょっと場面が浮かびづらいのがあったかなと思いますね。これ場面が浮かんでないと、難しく感じちゃうんじゃないかなと思いましたね。問題自体は優しめでした。いわゆる文章を入れる問題ですね。文を入れる問題も後半に空所があったんで、そう、後半に空所がある場合って簡単なんで、3問目、4問目の位置にいる場合は優しめなんで、だからその辺は解きやすかったかなと思いますね。やっぱり問題はパート7ですね。いや、難しい。いや、もうね、本当に苦労しましたね。どこに答えがあるんだよっていう感じです。やっぱ一般の受験者にとっては、うわ、むずいこの単語とか、何これどういう場面なのっていうのがあったと思うんですけど、僕はやっぱ探すのがめんどくさかったですね。どこにいんのこれ、どこにヒントがあるのっていうね、最後のセットだったと思うんですけど、めちゃくちゃ時間かかりましたね。まあ、時計持ってってないんでわかんないんですけど、まあ多分合ってたとは思います。思うんだけれども、それ1問に多分5分以上かけてると思いますね。どこにヒントあるんだろうって思って。でも一応解き終わってるんですけど、その問題だけずっと確認してた。もう消去法でやってもこれっきゃないって分かってるんだけど、正解の積極法として答えが出せない。だから終わって5分くらいずっと探してました。どこにいんだ、どこにいんだ、どこにいんだって言って、あ、ここかって思ってね。見つけたんですけど、いや、めちゃくちゃ大変でした。で、あと結構読み間違えしちゃうんで、単語の。だからその単語に気づいてなかった、別の単語だと思ってたっていうので、時間かかっちゃいましたね。それが大変です。やっぱ照らし合わせの問題っていうのが非常にめんどくさかったかなと思いますね。まあ、スラスラいけたはいけたんですけど、大体。でもこのやっぱね、読み直し、ね、止まっちゃうのが厄介でした。あとやっぱ固有名詞ですね。その人の名前が誰なのかってね、誰を指してるのか、送り手なのか受け手なのかとかですね、それ分かってないときつい。非常に分かった。今回もね、なんかイタリア系の名前とかの人に苦戦しましたけど、どっちがどっちだとかね。設問の方はいつもミスター何々とかミズ何々なんですよ。でも、E メールとかにはファーストネームで書いてあったりするんですよね。だからちゃんと宛名の方を見て、どっちがどっちだか分かんなきゃいけないとか、ね。まあ実は片っぽ女性、片っぽ男性にしてくれることの方が圧倒的に多いので、それでミズとミスターで判断はできたりするんですけど、でもね、それでもこれが男性の名前か女性の名前かなんて判断できない人が多いと思うんで、ファーストネーム見て。自分はある程度は分かりますけど、やっぱり完全に女性か男性かは分かんないこともあるので、その場合ちゃんとメールの宛名見て、この人が、ね、送ってる人だ、この人が受け取ってる人だって判断しなきゃいけないんで、やっぱここが大変だったと思いますね。非常に分かりづらかったというか、苦戦っていう感じだったと思います。はい、皆さんはどうでしたか。感想ですね、お聞かせください。はい、それではまた18時の、生放送でお会いしましょう。もう過ぎてる方はアーカイブでお会いしましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 高評価チャンネル登録よろしくお願いします。この後はベイシスのコマーシャルが流れます。
今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、 TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。